動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。関空第一ターミナルも音の木の聖地だったとはのう。間違っても塩貝魔王の仕業らあらへんで、塩貝魔王の仕業。塩貝魔王が音の木を連れ去って大騒ぎになっておったと月球が騒いでおった。塩貝魔王が音の木を連れ去って大騒ぎになっておったと月球が騒いでおった。もしあのまま塩貝魔王の仕業ってなってたら、月球としてはかなり面倒なことになってたやろうかな。塩貝魔王を倒したのに音の木がおらんってなり、事態が悪化しかねないからのう。しかも赤田組にとっての頼みの近鉄車両もポッピンを選んでいったことから爆発的な救済措置に期待できんじゃろうから、南海側に音の木が割り当てられたのは大きい話じゃ。とりあえず音の木については日本橋で会いに行けるようになってるで、もっとも近鉄とポッピンにおいても同じように日本橋で出会うケースも多いやろうけど。ピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。マイトレインって期間限定で走っておった車両がおったじゃろう。今里杉線とか JR 東日本の南竹線のようなカラーリングをしておった車両じゃな。元のカラーリングはいつもと同じ青とオレンジじゃ。それがあの明るいオレンジになったわけで、イメージとしては和歌山のみかんやな。ドアの帯がなくなっとるけど、あれや服装ガラスを装備した新品のもんに取り替えたからや。見た目がニッキな地下鉄みたいなんはステンレスやからしゃーないとして、マイトレイン中名前に恥じないまでに以前よりもリニューアルに気合を込めてるで。やが本来はその内装や流線形のリニューアルが2019年に始まって以降、最新型の8300系よりも内装が豪華になるという事実上の逆転現象が起きておった。思いっきりリビングを意識しておるからな、ゴージャスに思えても無理はないだろう。みんなで決めた内装じゃから多少は豪華になっても問題なかろう。じゃが、急線系は南海本線の車両、いくらマイトレインのプロジェクトが進行したところで、高野線においてはその恩恵を受けられないというのが実情じゃった。8200系が急線系より先に機器更新を行ったことで、6200系50番台となった影響じゃ。急線系がリニューアルを受けてマイトレインとなった時は、高野線に8300系が導入される直前のことで、その時の段階で6000系の更
信こそはあったけど、それがどういう形だったかはわからんかったしな。せっかくの最新鋭の8300系もかなり寂しい思いをしておったぞ。しかも当時はまだ8300系が畳んでデビューする前だったしなおさらやん。結果としてドアエンジンの枯渇とインバウンド観光客の影響もあってか8300系に置き換えられる形に落ち着いたがのう。高野線の8300系は座席のモケットとつり革にマイトレインのものが判明されとるけど、わずか数年で座席のモケットを変えるんはいくらなんでも早すぎなんとちゃう。だが見たところはマイトレインと高野線の8300系だけの仕様のような。既存の車両は南海本線の8300系のモケットになっておった。高野線でも南海本線の8300系のモケットを見られるとはのう。高野線こそマイトレインの内装が特に線北の方と合いそうに思えるのじゃが、線北の車両は3000系のセミステンレス車両とか5000系のリニューアル車両とか7020系とか、どういうわけか JR 東日本を筆頭とする関東の鉄道でよく見るステンレスむき出しの車両が多いのじゃ。この車両は8000系の5体 E232 系があらへんな。てか深駅だから E217 系あたりだな。てかドアタイムが汚いからこれは E217 系だな。 E235 系にたくさん引き付されてるやつらで、ドアタイムだったのに、なんちゃ気球からもひどい言われようなのか、相当粗末なのじゃな。これだとなんとなく209系っぽいわな。8000系も8000系で、もろに E232 系らしな。もっとも、船北には姿を見せへんねんけど、船北の車両こそ、マイトレインのような内装を、セットした方が良かったように思えるで。マイトレインが登場したのが、2019年のこと。高野線に8300系がやってきたのも、同じく2019年、あのリビングのような内装は、あくまでマイトレインのための特別なものということから、高野線の8300系についてもしばらくは荷物スペースがない2次車両という見た目に落ち着いたのだが、なぜか座席モケットとつり革はマイトレインのものが反映されてたわけな。南海本線と住み分けのつもりか。8300系が最初に導入されて4年ほどでモケットを変えたりするものじゃろうか。さっきも言ったけど、さすがにあらへんわな。8300系が高野線のマイトレインになる道のりとしか言いようがあらへんで、2018年に 1051F が 1002TF とトレードで高野線に来たことが8300系の導入の布石だったわけだけど、下手したらえらいことになってたで。8000系、8300系、さらにマイトレインと南海本線にピチピチな新型車両とか、リニューアル車両が大量に出てきて、高野線が完全に忘れ去られそうになりかけたくらいらしい。高野線の平均車齢を調べてみたら、超高齢社会も程があるものじゃった。1051F しばらくは肩身が狭かったじゃろうか。それも8300系で解決したようじゃがな。トレードは2021年後半にも8312F と 1032F で見られたのじゃが、8300系が高野線で6両運転をしやすくするためと思われる。 1032F はトレード前における最後の高野線の1000系の2両編成じゃった。その車両が南海本線に行ったことで 1002F は当面は単独運用になるじゃろう。8300系2連と組まぬ限り。さて高野線のクイーンよ、そろそろ本質を言わせてもらおうか。8300系までもがマイトレインになるとは誰が予想したのじゃろうか。なんやその内装は、どこでどうとったものなのな。このリビングのような新型車両がなんだと申すか。この前スターアットがセリフを発してた時にこの車内が出てきたのじゃ。これ本当に南海の車両か。そんな内装の車両は見た覚えがないのだが。それが正真正銘の8300系なのじゃ。2021年度導入された編成8318た6連で、この編成から8300系もマイトレイン化したようじゃ。おう、8300系は高野線でとうとうこっちのような内装になってもうたか。おーって、
まあええわ、あれてこうやせんのマイトレインが登場したわけだし、いずれはやるやろなって思うたわ。色合いがなんかちゃうけど、こっちがうちの内装で、扉の色合いは座席の裾に合わせたものになってるで。一方で8300系のマイトレインの内装じゃが、9000系のマイトレインと比べてマイルドになっておる。9000系と8300系で扉の色合いがちゃうって、座席の裾の部分に合わせた影響やな。ついでに言うと、8300系がマイトレインとなったところで、その編成は高野線向け。間違っても特急運用にはつかない。ロウロウたちに何らかの事態があった場合を除いてな。何を言いたいねん。うちのように8300系のマイトレインがサザンに使うってことか。何当たり前のようなことを言っておるのじゃ。南海本線のマイトレインは9000系だけじゃろ。そうや。6000系も置き換えがおらって、再び南海本線に8300系が導入されてからにゃ。まあ、8300系もサザンでデビューしてるから、別にマイトレインにこだわらんでもええんやけどな。てかマイトレインはうちのリニューアルのプロジェクトやから、12000系サザンプレミアム、あの車両との連結はマイトレインへの布石やったわけで、結果としてサザンのクオリティの底上げに大きく貢献する結果となったぜ。10000系がわしらとしか組めないものやから、どうしても見劣りしてしまうのや。さっきの E217 系の下りを、的に言うのもあれだけど、かといって8000系も褒められたもんやあらへんで。むしろ8000系のサザンが減って、うちのマイトレイン化で自由席車両も改善されたわけやな。間違っても、高野線に配属されたこのマイトレインの8300系は本線には行かぬじゃろう。むしろ荷物スペースのない編成が高野線に集結して、南海本線には荷物スペースのある編成に統一されるんとちゃう。和歌山では恩恵が薄いじゃろうが、そろそろインバウンド需要も蘇るじゃろうから、早い段階で対策を施しておくのも悪くはなかろう。日本エリアの空港関係はろくなことがあらへんからな。スタートの曰くつき、空港に行く鉄道にろくなんがあらへんねんて、うちらに関してはマジで心当たりがある話やで。てか、なんであないなったんやろう。山と川が付け替えられて、工場が次から次へと立ってとなってはのう。それもそうやけど、南海本線と高野線で、それぞれのマイトレインがついに出そったわけで、ほんまは9000系のリニューアル第1編成の1年間限定の色違いのやつなんやけど、リビングのような内装が最終的に最新型の8300系にも波及したわけで、リニューアルのプロジェクトの計画がなかった高野線にもマイトレインの意思が及んだのはエモい話やで。ラピート、月球の収録でエモいチューンは予想や表現力や語彙力で疑問に思われてまうから。ちなみにマイトレインの今の内装になるまでにあった4つの案はそれぞれ、快適でフレンドリー、ストレスフリー、我が家のリビングにいるような、健康、スマートで、結果我が家のリビングにいるような内装として、サザンにもついとるわ。お粗末な車両ばっかやったサザンの自由席車で初めての LCD 車両やったんがマイトレインやったとか。1万系はないでー話やで。9000系とは明暗が分かれとるから。1万系も今は普通に走っておるが、それは7100系も置き換えが止まってるからにゃ。6000系も置き換えがおらったら、今度は7100系がターゲットにされるのは明らかな。荷物スペースを持つマイトレイン仕様の8300系がいつしか7100系を置き換えるだろう。あと8300系の下りは内装変更にとどまらへんのや。1002TF も 1002F も何回本線に揃ってるちゅうから、何事やて思うたで。1000系のやつ、南海本線に集結しておったのか。高野線との両用は宝の持ち腐れとなったのか。南海本線を走ってた8300系が高野線のホームに普通におったんや。こんな感じでいろいろと突っ込みどころが見られる光景やな。8310F、8361F と6000系、6300系。それだけど、何は筋線に合わせて、1万系ともとも次の新型車両に置き換えられそうやで。何は筋線は今から10年ほど後やから、それまでに7100系は置き換えられるで。そうなったら、サザンも自由席車特急にするなり。せやけど、64.2km もロングシートはきついわな。12300系や13000系が登場するんが、怪しいし、どう立ち回るんやろうかな。JR と違ってロングシートの車両
しかおらぬのに自由席車両だけの特急は無謀にも程がある話じゃ。近鉄の阿部の吉野間、京阪都営山電鉄の淀屋橋、出町柳、鞍馬間とほぼ同じ距離、サザンの廃止はフェリーの連絡にも影響が及ぶんやけど、それ以前にフェリーの方がどうなるかやな。フェリーの廃止も想定しておく必要があるのか。確かに、和歌山に残るものは必須にかんなけとなるやろうか、パンナは違うもんやろうから。かといって、インバウンドに頼りすぎると、今回のような状況にもなりかねぬ。急線系のリニューアルにあたって、実行された、マイトレインのプロジェクトは、最終的に南海の車両のクオリティを、テコ入れする形となったの。この前のローカル思考、グローバル思考って、言ってたくだりもこれを機に聞いてみようか。ローカル思考とグローバル思考やて、なんでそんなことを言ってたんや。赤田組がグローバル思考を自称しよるんや。パルナスとかに言ってるからってな。ああ、キリスト文化のパルナスやな。そりゃあグローバル思考になるで。そうなると世界の鉄道中感じで海外の鉄道も取り上げるようになるんやろうか。うちらも関空から飛行機で飛び立つわけやな。考えるだけでもエモい話やで。